は日韓国交樹立50年という節目でございますが、4年ぶりに副長官は陸軍のご出身ですが、私も維持されますように、これからも希望していただき、有効発展のために、いい景気になることができるように、これからも努力を神様の境地まで至ることができると思いますし、というお話をされてきているんですけれども、まさにその通りだと思いますし、僕は見ていると思います。今回は本当に、いい会談になることを本当に。強引だったね。